お待たせ。おお、オリムル様、ご無事でしたか。心配しましたぞ。突如暴風竜ベルドラ様の気配が復活したのを感じまして。それについては今から説明する。その前にみんなに紹介しておこう。こちらベルドラ君です。ちょっと人見知りだけど仲良くしてあげてください。あれ、ちょっと待て、我は人見知りなどではないぞ。我の元まで生きてたどり着ける者が少なかっただけなのだ。トレイニーさん、我らが守護神ベルドラ様、ご復活を心よりお祝い申し上げます。おお、ドライアドか、懐かしいな。我がジュラの森の管理ご苦労であった。もったいないお言葉です。精霊女王よりはぐれた私ども姉妹を拾っていただいたご恩、この程度で返しきれるものではございませんから。気にするな。くわー、うわー、本物の暴風竜なの。嘘だろ。おい、リブルのことを今後とも頼むぞ。これからは我も世話になるつもりだからな。おい、世話になるつもりってどういう意味だ。あのなんだ、ベルドラ様とリムル様は一体どのようなご関係なのでしょうか。知りたいか。あ、はい、ぜひとも。いいだろう。リムルとは心の友、魂の片割れ、盟友である、盟友である、盟友である。やめて、俺の方が恥ずかしいから。